皆さんこんにちは。トリガーポイントマスタートレーナーの酒井大輔です。今回はこのグリッドトラベルを用いた腰痛の改善アプローチをご紹介していきます。腰痛があると腰を押したり揉んだりする方が多いと思います。それも間違いではありませんが、腰だけではなくその周辺の筋肉や筋膜に問題があるのかもしれません。今回は骨盤周辺にある大腿筋膜張筋、内転筋、中殿筋、梨状筋の4つの部位に対して腰との筋膜のつながりを意識しながらアプローチ方法をご紹介します。まず最初は大腿筋膜張筋です。大腿筋膜張筋はズボンの前ポケットのところに位置する筋肉です。大腿筋膜張筋やその周囲の筋膜が硬くなると骨盤を前や横に引っ張ってしまうので、骨盤のバランスが崩れ結果として腰に負荷をかけてしまいます。グリッドトラベルを大腿筋膜張筋に当てたら上下に1回ローリングします。固まって痛いポイントが見つかったら30秒間静止します。もう一度ゆっくりと4回ローリングします。この時1秒間に 2.5 センチ程度のゆっくりとした動きで行います。次に骨盤を前後に動かすようにフリクションの動作を4回行います。フリクションの動作は筋膜がグリッドに引っかかるのを感じられるような小さな動きです。最後に骨盤を前後に回転させるようにスパニングの動作を4回行います。続いて内転筋です。内転筋は股関節の付け根、ももの内側に位置します。内転筋は足を閉じる働きで知られていますが、実は歩いたり走ったりする時の前後の動きでも重要な役割をします。内転筋やその周囲の筋膜が硬くなると歩幅が狭くなったり重心の位置が左右にずれてしまうことが多々あります。そのズレを補正するために腰の筋肉が過剰に働いて腰痛を引き起こしてしまうのです。まずリリースする方の足を深く曲げて内転筋をグリッドトラベルに対して垂直の方向に当てます。そのまま足を横方向に動かしゆっくり1回ローリングします。ローリングしながら固まって痛いポイントが見つかったら30秒間静止します。30秒経ったら今度はゆっくりと4回ローリングします。この時1秒間に 2.5 センチ程度のゆっくりとした動きで行います。次に骨盤を上下に動かすようにフリクションの動作を4回行います。グリッドに当たっている部分は動かさないように、もも全体を動かすようなイメージで行います。最後に膝の曲げ伸ばしを4回行います。一連のリリースが終わったら、次は膝に近い部分のリリースも行ってみましょう。次は中殿筋です。中殿筋はお尻を横から触った時に触れられる筋肉です。中殿筋やその周囲が硬くなっていると動きの中で骨盤を左右に傾斜させてしまいますので、結果として腰の筋肉が張ってしまうことがよくあります。最初に
上下方向に1回ローリングします。ローリングしながら固まって痛いポイントが見つかったら30秒間静止します。30秒経ったら上下方向にゆっくりと4回ローリングします。この時1秒間に 2.5 センチ程度のゆっくりとした動きで行います。次に骨盤を前後に動かすようにフリクションの動作を4回行います。フリクションの動作は筋膜がグリッドに引っかかるのを感じられるような小さな動きです。最後に骨盤を前後に回転させるようにスパニングの動作を4回行います。次は梨状筋です。梨状筋はズボンの後ろポケットの位置にある筋肉です。この筋肉は股関節を外に開く筋肉として知られていますが、実は背骨の土台を支える重要な筋肉なのです。土台が崩れたら当然腰が痛くなってしまいますよね。最初に上下方向に1回ローリングします。ローリングしながら固まって痛いポイントが見つかったら30秒間静止します。30秒経ったら上下方向にゆっくりと4回ローリングします。この時1秒間に 2.5 センチ程度のゆっくりとした動きで行います。次に骨盤を左右に動かすようにフリクションの動作を4回行います。フリクションの動作は筋膜がグリッドに引っかかるのを感じられるような小さな動きです。最後に骨盤を前後に回転させるようにスパニングの動作を4回行います。今回はグリッドトラベルを使用した骨盤周囲の筋膜リリースを紹介しました。腰が気になる方はこの4箇所を1日1回を目安に毎日リリースしてみてください。